どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの外貨事務手数料が無料のイデアなんですけども、紹介キャンペーンをね開始いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こちらのイデアが紹介キャンペーンをね開始したということで、これね何がいいかというと、このねイデアっていうのは外貨事務手数料はねかからないということで、海外で利用した時のですね、まあ三井住友カードであれば 2.2%、 アメックスだったら 2% とかね、外貨事務手数料っていうのが取られるわけなんですけども、このイデアはね取られないんですよね。で、またね、このイデアっていうのはアメックスからね、チャージすることもできるっていう風になりますし、またね、経由すれば、アメックスのね、還元も半分取れて、またね、外貨事務手数料もかからないということで、アメックスをメインにされている方は非常にね、お勧めさせていただいているわけなんですけども、今回ね、この物理カードイデアね、お金がかかるんですよね。で、このイデアはね、フリックマークとかもね、ちゃんとついてますんで、タッチ決済とかもね、利用することができて、非常にね、利用しやすい。またね、一時前まではですね、こちらね海外で全然使えなかったんですけども、前回のニューヨーク、またねちょっとまだ動画出てないですけど、他の国もね行って利用させていただいたわけなんですけども、まあ、普通にね利用することができたということで、まあ、特にね対象外店舗はね一応あるみたいなんですけども、基本的にねプリペイドが使えるところはね利用することができるということで、外貨事務手数料かかんないんでね、非常にお勧めさせていただいてるんですけども、物理カードに手数料がね900円だとかねかかるんですよね。ですので今回のキャンペーンね利用していただくとですね、実質ね無料で発行することができるっていう風になりますんで、もしね今までのタイミングでこのねイデア発行されてない方はですね、今回のタイミングで発行していただくのね非常におすすめっていう風になっておりますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね、このイデアのね、今回の紹介キャンペーンなんですけども、イデアボーナス500円分をプレゼントということで、今回のキャンペーンね、紹介する方にも、紹介された方にもね、ボーナスポイント、ボーナス残高が、もらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、2024年2月の16日から2月の29日までっていう風になります。で、こちらですね、紹介された側の方は、紹介コードを使って、利用していただくとですね、1200円相当のね、イデアボーナスがもらえるっていう風になりますんで、こちらをもらってですね、物理カード発行していただければ、まあ、実質無料でね、発行することができるっていう風になるんですよね。で、こちらのね、条件なんですけども、招待された方は、シェアされた紹介コードをね、コピーして、ユーザー登録時の紹介コード入力欄にこちらね、入力してください。私の紹介コードはですね、概要欄に載せておきますので、もしね、利用されたいって方は、ぜひそちらからね、利用していただければなと思います。で、こちらね、紹介コードがない場合はですね、今回のキャンペーン対象外になってしまいますんで、この点はね、注意してください。で、3月の15日までに本人確認申請と残高に2000以上チャージを行ってくださいということで、まあ、チャージルートはね、ちょっと後で お話しさせていただきますけども、3月15日までに本人確認と2000のね、チャージしていただければ、今回のね、キャンペーン適用っていう風になりまして、1200円分のね、残高がもらうことができるっていう風になります。で、今回からですね、残念ながらポイントサイト等々を経由して登録された場合はボーナス付与対象外ですということで、まあ今までねポイントサイトも併用することができたんですけども、もう今回からですねポイントサイト経由は利用することができなくなったっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。非常に簡単にねこの残高1200円分ねゲットできるっていう風になりますんで、本人確認していただいて2000以上チャージしていただいて、チャージしたお金からでもいいですし、このねもらったボーナスからでもいいですし、こちらで物理カードね発行していただければ実質無料でね利用することができて、今後ね海外で外貨事務手数料無料でね利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。まあ、こういった形のね、招待キャンペーンがね、開始になりましたので、もしね、イデア、まだ発行されてないっていう方は、ぜひね、今回のタイミングで利用していただくのがね、非常におすすめっていう風になります。で、このね、イデアっていうのはね、何者なんだっていう話なんですけれども、こちらがね、公式サイトになってまして、貯められたを増やしていくということで、まあ、こういったね、目標を持って、積み立てをしていきましょうみたいな感じで、叶えたいことを無理やく実現できる貯金アプリ、手数料は無料、入金決済時に手数料をかかない、自動で積み立て、目標と積み立て頻度を設定するだけで、後で自動で積み立て開始、で、年率 2% ボーナスがもらえて、毎月の積み立てボーナスを獲得しようということで、一応ね、年率 2% のボーナスがもらえるっていうのが、このね、イデアの
まあ、おすすめポイントっていう風になってるみたいなんですよね。で、こちらですね、毎月3万円積み立てた場合、2023年から2025年まで毎月3万円を積み立てた場合で、3万円を積み立て24ヶ月継続し2年間ですね。この期間はお買い物を一切行わった場合のボーナス額ということで、まあ、3万円を2023年から2025年2年間毎月積み立てていただくと、年率 2%、1万5千円がね、もらえるっていう計算になるんですよね。まぁ、ちょっとね、わかりづらいですけども、まぁ、こういった感じになってるんですよね。で、これをね、うまく活用すると、まぁ、どんな感じのことができるのかっていう話なんですけども、まあ、こちらはね、前回もね、話しておりましたので、見たことある方はね、飛ばしていただいていいと思うんですけども、まあ、私はこちらね、推奨しておりません。一応こういった感じで、ね、利用することできるんですけども、イデアはですね、入金した金額最終的に出金することができないんですよね。これがね、できればね、またちょっと変わってくるんですけども、ボーナスがね、この年率 2% もらうことはできるんですけども、残念ながらですね、出金することができないんですよね。ですので、まあ、この方法もね、30万円の残高を常にキープして利用するっていうので、まあ、毎月ね、500円もらっていくっていうね、方法なんですけども、どのお金も全部出金することはできません。利用することはね、普通にどうでもできるんですけども、出金することができないっていう風になりますんで、まあ、やりたい人向けっていう風になります。で、前提条件と運用方法ということで、今回ね、この500円を毎月もらっていく感じのね、システムを組もうとすると、普段決済を利用しないで 2% ボーナス獲得のみだけをね行っていただきます。で、常に30万円の残高をキープしていただいて、毎月2500円を出し入れしていただくっていう風になります。で、毎月1日にですね、30万円入れといていただいて、この2500円を利用していただく。で、常にね、30万円をキープしていただく感じですね。そうすると、年率 2% なんで、30万円の 2% で6000円。それが、まあ、12ヶ月ということで、500円がね、毎月もらえるっていう風になります。で、毎月1日ね、やることということで、常に30万円キープしといていただいて、毎月1日に2500円ね、どっかからチャージしていただきます。イデアにね。で、2500円利用していただく。まあ、これはね、イデアをペイペイに紐付けて利用していただいてもいいですし、B4 さんとかにね、チャージしていただいても OK です。まあ、2500円かっつりね、やっていただきたいので、まあ、利用するとしたら、この B4 さんにね、2500円チャージしていただくと、きっちりね、利用することができるので、まあ、30万円キープして毎月1日に2500円チャージして、2500円使えば毎月500円がねもらえるっていう風になります。冒頭にも言いました通り、こちらね、最終的に出金することはできませんので、この30万円も出金することはできませんし、毎月に入れている2500円に関しても出金することができないっていう風になります。一応ね、こういった感じでね、やっていただければ毎月500円ね、利用することができますし、これね、100万円とかでやるとね、毎月1700円ぐらいね、1600円だったかな、一応もらうこともね、運用的にはできるんですけども、まあ、こちらですよね、やはりね、最終的に出金することできないんでね、こちらお好みでっていう感じですね。まあ、こういった感じで、このイデアっていうのはですね、年率 2% のボーナスがね、もらうことができるっていう風になりまして、やりようによっては毎月500円ね、もらうこともできるっていう風になります。それでは次にですね、チャージルートに関してですね、やはりね、このイデアのね、おすすめポイントっていうのは、クレジットカードからね、チャージすることができて、またね、還元も取ることができるっていう点ですね。まず、アメックスに関してなんですけども、こちらですね、イデアへのチャージルートということで、このアメックスのクレジットカードっていうのは、イデアにね、直接チャージすると還元が取ることができないんですよね。ですけども、キャッシュをね、入れることによって 0.5% 還元ね、取ることができて、アメックスからね、チャージすることができるっていう風になりますんで、決済修行とかね、されてる方は、まあ私もそうなんですけども、決済修行されてる方はね、やはりアメックスをメインで使いたい。ですけども、外貨事務手数料ね、払いたくないっていうのが、まあ私たちのね、希望なところっていう風になりますので、アメックスを利用していただいて、キャッシュチャージしていて、キャッシュからイデアチャージしていただければですね、海外で利用するときにね、外貨事務手数料かからず、決済することができるっていう風になりますんで、そのままアメックスで切っちゃうとね、これ 2% ね、乗ってくるっていう風になりますんで、1万円決済すると大体200円ぐらいね、上乗せされて請求されてしまいますんで、まあ、それをね、回避することできますんでね、ぜひこういった感じのね、ルートで利用していただければなと思います。このキャッシュの、イデアはなくなりましたね。はい。
こちらちょっとね、前に作ったね、データあったね、すいません。まあ、こういった感じでね、ぜひ利用していただければなと思います。一応ね、ANA カードとかからも、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ANA のね、クレジットカード、ビザ、マスター、JCB も、こちらね、還元はなくなりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、この ANA のクレジットカードを使っている方もですね、このままね、利用すると、こちらね、かかってきてしまうっていう風になりますんで、こういった感じのね、ルートを組んでいただければ、まあ、海外だけではね、こういった感じで利用していただければね、外貨事務手数料ね、取られないで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、どのブランドね、利用されている方も、イデアね、経由して利用していただくのをね、非常におすすめっていう風になります。まあ、こういった感じですかね。昔はね、このレボリュートはね、クレジットカードがチャージして、外貨事務手数料もかからない。で、またね、現地の ATM 一月2万5000円まで、無料会員でも利用することができるっていう風になってたわけなんですけども、まあ、こちらはね、今のところまだ生きておりますんで、私はこっちでしかね、もう利用してないんですけども、こちらですよね。クレジットカードのね、チャージ手数料が、まあ昨年からね、導入されてしまいましたので、このレボリュートっていうのはね、銀行振込でのね、あのキャンペーンがね、結構ありますので、持っといて損はないですし、こちらも利用することできるっていう風になりますんで、おすすめはね、させていただいてるんですけども、やはりね、クレジットカードからのチャージ手数料はね、1.7% 取られてしまいますんでね、これはちょっとね、厳しいですよね。ですので、私はもうね、このレボリュートっていうのは、まあキャンペーンがあれば、銀行振込でね、あの、入金して使ったりしておりますけれども、まあメインの使い方はね、こちらっていう風になりますかね。まあちょっと今回のね、動画とはちょっと離れてしまうんですけども、どうしてもクレジットカードでね、済ませたい、事前チャージがめんどくさいっていう方は、まあこちらですかね。三井住友プラチナプリファードですね。最近ね、私の動画で非常にお勧めさせていただいておりますけれども、何よりね、これですよね。外貨決済 3% 還元なんですよね。このカードは、三井住友プラチナプリファードということで、三井住友カードが発行しているクレジットカードなんですけども、このカードは外貨決済手数料かかるんですよね。2.2% ね、三井住友カードはかかるんですけども、まあそれ以上にね、還元が上回るっていう風になりますんで、もうね、この三井住友プラチナプリファード持ってる方に関しては、基本的に外貨事務手数料気にしないで決済していただいて、もしね、あの、現金で安くされたいっていう方はね、付与されるのは V ポイントっていう風になりますんで、還元ね、そのままポイント充当していただければね、まあそれでお得に利用することができているっていう風になりますんで、まあもしね、事前チャージがめんどくさいっていう方は、こちらはね、おすすめっていう風になります。私もね、オリーブのこのプラチナプリファードを使っているわけなんですけども、やはりね、あの、お金入ってたかなとか、足りるかなとかね、そんな時はね、やはり考えるのめんどくさいとかね、そういう時は、私はね、プラチナプリファードのオリーブでね、決済させていただいております。まあ、このね、プラチナプリファードね、年会費は3万3000円かかりますけども、100万円ね、利用していただければ、還元率ね、2% 還元っていう風になりますし、100万円以上ね、利用することができれば、還元率 2% っていう風になりますし、マイペースリボね、利用して、手数料ね、最大限減らして利用していただければ、最大還元率 1.75% っていう風になりますんで、またね、ANA Pay とかね、利用していただければ、最大還元率 2.25% ということで、本当にね、ANA のね、クレジットカードをね、はるかに個数還元率もね、生み出すことができるっていう風になりますんで、これはね、本当に強いですよね。もしね、マイペースリボをね、リボ払いちょっとっていう方は、まあ 2% 還元になるわけなんですけども、まあそれでもね、ANA マイル還元率はね、最大 1.4% 還元。で、ANA ペイね、経由して利用していただければ、1.9% 還元も出せるっていう風になりますんで、すごいですよね。1.9% 還元ですからね。はい。ANA のクレジットカードよりね、はるかに高い。まあもっと上げることもできますけどもね、非常に強いですよね。まあそれ以外にも、まあクレカ積み立て 5% とかね、タッチ決済対象点 7% とかね、利用することができますんで、このカードをメインカードにするのもね、ちょっと私は来年からこれにしようか、ちょっとね、今考えている感じですね。はい。外貨決済ね、3% 還元がね、やはり楽っていうのはね、やっぱりありますよね。はい。ということで今回ですね、こちらのね、イデアが、障害キャンペーンね、開始しましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ私もね、あのメインカードをですね、アメックスにね、今しておりますので、まあ今年はね、間違いなくこれをね、メインで使っていくと思います。ちょっとあの、オリーブのね、プラチナプリファードもね、非常に便利なので、まあ併用してね、使っている部分はあるんですけども、やはりね、こちらプリペはプリペなんで、まあホテルとかね、まあホテルはね、アメックスとか、ヒルとアメックスでね、切る方多いと思うんですけども、外貨決済手数料取られてね、あのボーナスポイント部分があるんで、ですんで、まあ
タクシーとかね、まあ利用できた方もね、中にはいらっしゃるみたいですけど、私はダメだったんですよね。プリペイドなんでね、まあそのったね、あのガソリンスタンドが使えないとかね、まあそういった部分はあるわけなんですけども、やはりね、強みはアメックスからのチャージがね、経由して利用することができるっていう点ですよね。はい、私のね、あの動画見ている方はですね、アメックスね、メインで使われている方ね、かなり多いと思いますので、今回のキャンペーンですね、利用していただくのね、非常におすすめです。で、注意しといていただきたいのは、先ほどね、画像で解説もさせていただきましたけれども、アメックスから直接チャージしたらダメですからね。これポイント付与対象外なんでね。いくらチャージしてもポイント、1ポイントももらえないんでね。キャッシュね、経由していただければ 0.5% ね、取れるっていう風になりますんで、ぜひね、そのルートはね、確実に利用してください。はい、ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスのおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、またね、マイルクレカ診断もね、最近始めましたので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。